きよしの趣味チャンネルでございます。おはようございます。今日はですね、自宅で12ボルトの、テストができる方法っていうか、回路を作ったので、これ単三電池が裏表に 2D で8本、あ、4本。この4本で、で、これ直列で繋いで、これで12ボルト作りました。まあ、何に使うかっていうと、よくヤフオクで買ったやつがあって、今 LED には結構ハマってるんで、この LED の60センチぐらいのテープね。これを、ボンネットにナイトライダー風に、まあいい年して親父なんですけど、エルグランドのボンネット開けて、ボンネットの蓋じゃなくて、こう、開けられた方のグリルね。グリルの上の方に、目立たないように貼って、だから昼間はわかんないと思う。うん。夜になったらわかる。うん。そういうような、これが、3M、住友 3M のテープが、両面テープついてるんで、これを貼るために、どういう動きするか、これ、おのおの、ヤフオクで1000円前後です。送料無料で。はい。だいたい車屋にジェームスだとか近くにあるんですけど、うん、そういうエーモンとかの、ちゃんとした日本のメーカーですとか、で売ってるやつ、まあ買うとね、まあ安くはないんで、高いんで、うん、もうダメ元で、1000円ぐらいのやつと、中華。せいで買ってます。だからもう、持たなくなったらそれでいいんですね。値段がそうなんで。それで昨日回路を作って、12ボルト、こういう感じで、はい、やってます。ただ注意はね、これね、これでプラスがね、隙間ができる時があるんですよ。だから、一応接触がダメな4個必ず接触してるかっていうと、マイナスの方はバネが出てるんですけど、プラスの方は単に、板というか端子が1枚、丸端子がプラス側につくんで、隙間ができることがあるんで、プラス側に押して4つこれ隙間を見て、プラス側に押してこう、プラスの隙間を作んないようにちゃんと接触すれば、させるように目視で確認して、やればちゃんと、ですね、12.8V かな、昨日測ったら。だいたい電池も 1.5 は交渉ですけど、だいたい 1.6 ちょっとありますから、だから8つで、12.8V ぐらいにはなりますんで、はい。これで単三なんで、まあ、それほど電気は食うやつではないので。結構持ってくれるかなと。で、これ家で12ボルトのこうね、テストをするときに、シガライター電源のやつだったらできるんですよね。シガライター電源のテストだったらできるんですよ。これ、シガライターの方のメスと、ここは、はい、交流 100V、AC100V の家庭用で、これ USB とシガーなんで、だからシガーにの端子になってるやつはいくらでもこう、これね、差し込んでテストはできるし、あとポータブル電源でもシガーの、端子は1個ついてますから、そちらでも、デルタ2で、シガーライターの形になった端子はいくらでもテストできますが、そういう風になった、あとは USB とかね。まあ、これなんかもね、別のものは、もうちょっと高い値段、1500円から2000円ぐらいなると、それ以上になると端子が USB がついたりしてるんで、そうするとね、どこでも、まあ、USB できるんだけど、こういう安い、1000円前後で買ってるやつは端子何にもないので、これで12ボルト、はい、回路を作りましたんで。うん、まあ、簡単ですよ、俺電気屋じゃないんで。うん。はい、こんな感じで。まあ、直列ですから、プラスマイナス、プラスマイナスって、それを8個やって、はい。これが、はい。
片方の、プラスから、はい、マイナスに行くやつですね。はい。それと、おのおのの、はい。プラスとマイナスと、こういう感じで、はい、結束してますから。あとは、はい、この、ワニ口で。うん、これ、はい、ナイトライダーの白タイプと、白というか、これね、ベースが白なんですけどね、これ、色は、これブルーなんですよ。白く見えるかな？ベースが白だから白く見えるかもしれないけど、これブルーなんですよ。で、こっちはベースが黒で、ブルーなんで、だから、色はね、色は肉眼で見るとね、同じ LED の光はね、同じこれ、ブルーなんですよ。同じ色なんですよ。うん、ところが、そう、カメラを通すとね、右側がね、白く見える。これ面白いね。やっぱりベースの色って関係するんだね。へぇー。うん、これそう、LED はどっちも同じ色です。同じ、ブルーで光ってます。ただ、ベースの、LED のこのベースの、ペラペラしたやつが、こっちが黒で、こっちが白だから、色がこういう風にね、白のベースが白く見えるだけで、これ同じね、ブルーの、この色ですから。これでナイトライダーだから、今日は、はい、これ車にちょっとつけて、で、昨日はボンネットのね、フロント開けて、フロントカウルのとこの、日産純正のクリップもね、いくつか折れたりして気になかったので、全部新品に変えてクリップパチって。うん。あれ気持ちいいよね。新しくすると。うん。こんな感じで、はい、ナイトライダー仕様にするための、自宅でテストをしてますという、はい、動画でございます。まあちょっと、まあいろいろね、こう家電、電気はこんなの使ってるんですけどね。まあもともと電気屋ではないからあんまり詳しくはないので、言えることもありません。はい。ああ、いいですね。いい感じですね。あとは血栓をどうするかね。うん。まあ、マイナスはアースにつけりゃいいけど、プラスどこにつけるかですよね。バッテリーにつけちゃうとね、いつでもね、点滅はもったいないので、当然、まあ、アクセサリーから取ろうかなっていう感じです。で、LED はね、あんまり電気食わないので、そういう面では、電流気にすることなくできるので、ACC あたりに、はい、つなげたいなというふうに思います。はい、そういう感じで、つけるのは 51L グランドでございます。また、つけた後のね、夕方夜に、わかるようになってきた時に、ちょっと画像で撮ろうと思います。はい、こんな感じでございます。以上です。